今回は、モンキー D ガープの超人的な一撃を見た読者の反応集を紹介します。皆さんの意見もぜひぜひコメント欄で教えてください。それではどうぞ。ガープ、赤犬が確定したね。そもそも死にかけの白ひげと良い勝負してた時点で勝ち目ないやろ。前世紀のロジャー、白ひげ、ガープが同じくらいの実力やし。メタ的にここで黒ひげ負けるわけないし、むしろ死亡フラグやろ。シャンクス超えてるわ。仲間いたら死ぬやろ。蜂の巣面白いな。話動きすぎて面白い。バリバリバリが強者の擬音になってるな。もうなんか強すぎん。シャンクスがピッコロ大魔王くらいだったのにガープいきなりなったやん。コビーも巻き込まれて死んだらしい。これだったら泣く。ルフィが黒ひげと戦う口実のために死ぬんだろなガープ。そんなに強いんなら頂上決戦の時にやっとけや定期。黒ひげもあの時点なら殺せたろ定期。いろいろ考えすぎて動けなかったんやろ。何にせよ無能で草。まあ半分孫みたいな奴が、死刑されるかもって状態やったししゃあない。コビーは影響を受けない性質の攻撃なんやろう。レイリーとガープだと現役のガープの方が強いんかね。これもう海賊だろ。黒ひげは終わらんやろ。これ頂上決戦の時白ひげの船、出てきた瞬間にやってたら余裕勝ちじゃね。普通に白ひげが防いでたやろ。ガープもロジャーもただの覇気お化けやん。これで黒ひげ死んでたら、神漫画認定したるわ。黒ひげはいないやろ。ローと戦っとるやん。ようわからんけど、なんで軍艦浮いてるんや。ガープも覇王色か。こいつがエースとルフィに情けなかったら、頂上決戦余裕やったな。ガープが頂上戦争で本気出さなかったのは、あわよくば白ひげにエース助けてもらいたかったからやろ。ガチで赤犬倒せてたやん。もはや覇王色まとえないやつ、話にならんやん。なんか普通に衝撃波出し始めたな。もうドラゴンボールじゃん。黒ひげいないんだろここに。これルフィより強くね。オールマイトやん。イム様の兵器並みやんけ。元元帥と同格の男やからな。そう考えると赤犬も格上げされるんかな。まあ覇王色は良いけど、見聞色と武装色の設定失敗やったな。これ黒ひげボコボコにされるやつやろ。でも海賊らしい汚い手使って最終的には勝つんやろな。エネルのままラガンくらいあるやろこれ。雷豪やない？すまん、悪魔のミール？黒ひげ勝てる要素どこだよ。もともと赤犬なんて死にかけの白ひげに負けかけてた程度やぞ。元帥なったから多分、同格扱いになるやろ。管理職だぞ。現場出てないからむしろ弱体化してる。黒ひげ海賊団なんか誰が死んでも構わんから、じいちゃんを暴れさせてくれや。これ逆に死亡フラグやん。海軍なのに町破壊しとるんか。黒ひげ不在なら、コビー救出できる可能性あるんやないか。黒ひげどうするんやろな。こっからガープ殺すんか。まあコビーは死なんやろ。そろそろ覇気を具現化して、戦うやつ出てきそう。三大勢力のバランス取れてんの、だいたいこいつのおかげやろこれ。前世紀のガープと戦国の二人がかりで捕まえたしきって化け物やん。早く出しすぎやわ。シャンクスより強いロジャーと渡り合ってきたガープって冷静に考えたら四皇より強いやん。ガープがガチれば、ビッグマムもボコられる現実。戦国もビームみたいなの出してたけど、あれ覇気やったんかな。覇王色と武装色見た目、わかりづらいからもっと違い出してくれんか。黒ひげのとこは生きてるやつ多いから、ここらで一掃してほしいわ。ガープその時のロジャーはまさに鬼。これ人人のみモデル鬼説あるやろ。見食べてないって、カイドウが言ってたやん。カイドウの勘違いやったんや。オツルの孫ってことは、誰とやったんや。モリアを助けるために来たんやな。これで捕まえきれなかった、ロジャーどんなんやねん。白ひげのあれとか白ひげ持ち上げイベントだから脳幹。どうせまた場面転換して、書かないんやろ。覇気はもうしゃあないんや。この設定ないと無能力者が勝てないし。ガープ好きだ。最新刊のベガパンク編読みつらいし、つまらんし最悪やったわ。一味の話はせんでいい。戦闘はもう全部バリバリドンで終わらせてくれ。もしかしてイムの兵器って大したことない？覇気は全てを凌駕するし、古代兵器も凌駕するで。杯を殺してしまう言ってた時は、とんだ勘違いジジイやと思ったがガチで強かったのか。死亡フラグやん。黒ひげのナンバー2って死流なの？だとしたら弱すぎるな。カタクリやキングどころかジャックレベルだろ。他の奴らも大した奴いねえし四皇で一番しょぼくね。スケスケの実食ってる時点で最強格でしょ。アンチオツ。スケスケの実の透明人間やから。どうせ死流なんて、ゾロ用のかませ剣士キャラやし。七部海クラス複数いて逃げるしか、選択しないマゼランと同格相当だぞ。七部海が四皇最高幹部より上は違うやろ。ギアフォースルフィがクラッカー片栗に苦戦してたのが説明つかんやん。
ドフラは連戦に次ぐ連戦で辛くも勝利しただけやし、カタクリは差し出るフィに負けてる。幹部が束になっても4校には勝てないけど、七部会相当のローとキッドでマムを撃破してるローはドフラに負けてる。ガチであいつはどうやってマゼランと対等張ってたんや。陳情とガープが互角みたいな書かれ方してたけど、どう考えてもガープの方が圧倒的に強いよな。やっぱハキって神だわ。こんなに強いならエース助けてやればよかったのに、自分はすでに海賊のロジャーと手組んでたんやし。しましまのミってピーカの上位互換か？だとしたらゾロの相手死ゆうちゃうんやな。こんな無茶苦茶な攻撃も被害がでかすぎる。さすがだな。で攻撃前に返り討ちにできること考えたらやっぱ強いよな。シャンクス最強の覇気使いは見聞無効覇気が使える模様。結局おじさんキャラが最強なんかい。ガークってイムの雷も耐えそう。黒ひげが海軍壊滅させて海賊王になるからガープ負けるか死ぬやろ。死亡フラグビンビンですよ悪魔。ロジャーより強そう。どうせ黒ひげがシャンクスもガープも倒すんやろ。だからその前にできるだけ強く買い取るんや。正確にはロックスやろな。これが覇気ならガチで悪魔のみ食べた人たちバカみたいにじゃないですか。これ頂上戦争で戦国が止めなかったらガチで赤犬殺されてたやん。ガープ見てると3大将も雑魚やん。何が海軍最高戦力やねん。このペースやと完結何年後や。ガチで10年後とかやろ。小田くんは読者との約束は守るよ。最強の生物たるカイドウが覇気芸を取るからな。なお自分の海賊団は悪魔の身持ちで固める模様。適当にセリフ書いてるから言ってることとやってることが違うじゃん。をタッチ覇気の方が強いと言ってるだけで悪魔の身が弱いとは言ってないやん。だったらシャンクスのところみたいに部下に覇気をマスターさせろよ。全員悪魔の身頼りの戦いしかできんってどういうことやねん。覇気をマスターなんて手間がかかるだけやん。そんなことするより悪魔の実を食べさせる方が効率いい。それに読んでたら明らかにわかるけど、カイドウがわざわざ仲間を狩猟させるようなキャラやないやろ。ギフターズとか絶対捨て駒みたいにしか思ってないやろ。全てを凌駕するんやぞ。大したことないやつは悪魔の実でそれなりに強くした方がええやろ。ワンピースってルフたちが島で戯れてる時より世界が動いてる時の方が面白いよな。めちゃくちゃテンポええからな。ルフ本編はダラダラ引き伸ばして尺稼いでるの見え見えだからあかんわ。黒ひげの部下描写なさすぎて多少おらんくても変わらんから4人くらいぶち殺してほしい。ガープを片手で抑えられる戦国が最強ってこと？ワンピースって多分同じ強さのやつ多いよな。赤犬ほんま助かったな。あとそんだけ強いなら政府とか無視してエース助けろや。ガープもキザルも出撃中とか海軍本部今スカスカすぎてやばいな。革命軍とか黒すぎるドは今が攻め時だろ。指揮とか言う最強議論泣かせ。覇気だけが全てを凌駕するからな。ワンピースってボス級以外の敵には強い悪魔の身の能力あまり持たせんようにしとるよな。覇気インフレがヤバすぎて頂上戦争とかなんだったんや。ガープおかしいだろ。頂上戦争で真面目に戦えよ。